うっそら勇者。今日、携帯会社、いや、スマホが、いや、iPhone が、電話会社行ってきたんだけど。イヤホンジャックが壊れたら、いくらかかるか教えるわ。三つの選択肢があって、今現在 Now のフルプライス並みのお値段で修理してくれるらしいよ。オラの場合は、3から4万とか言ってたかな。入っててよかった、保証3サービス。1回目は5000円。2回目は8000円。オラは少し前に、1年くらい前かな。いや、1年以内か。スマホをぶっ壊れて修理してっから、2回目で8000円。しかも次はないぞって言われた。なんか1年で2回しかできないんだって。究極の選択肢3、買い替えるわ。安くても3万以上らしいわ。ただ、 iPhone なら 1.5 万円からって言われたんだけど、操作とかも全然変わっちゃうしな。というか、そもそもお金ないって言ってるじゃない。で、オラが選んだのは、一応、ポイントが溜まってたから、それで大体はなんとかなる値段で、2番だ。最新機種にしないと、ポケモン GO できないよーって脅されたり、あとはあれだよね。いろいろと聞いてみたんだ、不具合とかのやつが。今一番気になってた、伝言メモ、だっけ？あれに切り替わるときにこっちの声がダダ漏れになっちゃうのが、ネットで見たら仕様って書いてあったんだけど、そんな個人的な、よくトイレであれしてるときとか、プリパラとかしてるときに電話かかってくるんだけど、個人情報が、しい声が漏れてしまうお。なんてこったいだお。困ったお。つらと。まあいいや、というわけで、明日には届くみたいでびっくりだおね。夕方に頼んだのに明日の朝には届く。どうなってるんだお。まあいいや、ちゃお。